皆さん、こんにちは。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 ここから道場第15回目です。高校3年生の楓です。よろしくお願いします。こちら、ここから道場は15分の番組で、心と体のレジリエンス向上のためのヒントなどをお届けできたらなと思っています。では、まず心の担当をしてくださるひかるちゃん、お願いします。はい、皆さん、お久しぶりです。こんにちは。1ヶ月ぶりかなと思うんですが、何気に、生配信見てくださってる方々が、いらっしゃることに、改めて気づきましたので、楽しみにしてくださってる皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。次に、体の担当してくださる、旅人マッサージ師、まさしさんです。お願いします。はい、旅人マッサージ師、まさしです。昨日、北海道から、自宅に帰ってきました。昨日だったんですね。うん、そうですね、帰ってきたばっかりで、まあ、ちょっと途中、ね、東北でボランティアしてきたりもしたんですが、はい、本当に昨日家から帰ったばっかりで、今慌ててパソコンを接続して、今こう、トークに挑んでます。まさしさんからあれですね、北海道のお話もちょっと聞きたいなと思いつつも、前回、のテーマをちょっとだけ、はい、こんなんでしたねみたいな1ヶ月前、はい、はい、なんですが、楓ちゃんもう一度これってあと前回の若干のサマリーをお願いしていいですか。はい、飽食団員はかえって命短しっていう、これはことわざなんですけど、意味が飽きるほど食べて温かい着物を着て恵まれた生活をするとかえって体に良くないよっていう意味で、3人とも初めて聞いた内容でした。内容、うん、ことわざでした。うん、で、なんか飽食ってどこからが飽食のラインになるんですかって聞いたところ、もう1日3食食べてたらそれは飽食だっていうのを衝撃的な言葉を聞いて、まあ子供のうちは3食がいいけど、大人だったらまあ2食でもいいよ、そっちの方が健康的な感じになるよっていうのを、うん、マサイさんに教えていただきました。そうですね、最近やっぱりこう難釣りにもなってるというか、売れてる本の一つとしても空腹が長寿への道というか、うん、健康への道っていうお医者様が書かれた本もあったりして、プチ断食とかもねおすすめされたりとかしているんですけれども、言ったら現代人はちょっと食べ過ぎなんじゃないですかっていうような、うん、で私自身がちょっと最近心がけているのが、はい、本当にちょっとこの最近ぐらいなんですよ。夏になって運動量を増やして、うん、で運動量を増やしてちょっと心がけ始めたのが、プロテインを取る、うん、で私もうちょっと見ての通りかな、なのか筋肉、まあまあ筋肉質なんですよ。ですぐついちゃうっていう、すごい本当にすぐつきます。2時間ぐらいが運動した後はもううっすらこう腹筋はしっかり割れ、うっすらというかしっかり割れてるし、はい、腕も何気にこうムキムキしちゃったりとか、やりすぎるとだんだん体が逆にごつくなっていくというかっていうところがあって、プロテイン避けてたんですね。うん、ただ私の、パートナーもそこら辺をちょっと健康を気にするようになって、で、プロテインをこう日々欠かさず取るようになって、プラスこうジムだったりとかの筋トレをするなんていうことをするようになって、うん、でやっているので、で私もなんとなくその彼からの情報を受け取りながら、じゃあ自分もちょっと昔のプロテインよりも、質がいいとか、いろんな種類のプロテインがある、動物性のプロテインと植物性のプロテインとか、そういうプロテインの勉強もし始めてですね、でプロテインを取るようになったっていうのがあって、でそのなんか筋肉を、良質の筋肉を作るっていうので、中山筋肉、はい、の、動画サイトを見るようになったんですよ。
あ、前しましたね、サロンで。そうそうそう、前も。はい。はい、で、その、あの子供たちとね、一緒にやったんですけど、で、その、あの、中山きんに君もたまたま昨日かけたので、その、その本の空腹は、長寿の秘訣とか、健康への秘訣っていう本の話をちょうどしていたので、あの、ちょっとここでも共有しようかという思うと、その、中山きんに君自身はそれ16時間も何も取らないっていうのはどうなのかっていう話をしてた。うん、で、私自身は、まあ、食のことをこう、食養生っていう勉強もしたりっていう中で、うん、分からんでもない。でも、ファスティングマイスターっていうのも取ってて、どっちの意見も分かるな。うん、で、要するに筋肉を落とさずに、健康であるためには、まあ、中山筋肉自身は6食7食1日にとると、1食あたりはカロリーをそんなにとるわけではなくっていうところでっていうで、その16時間空けてしまうと筋肉が落ちてしまうっていうのが彼自身はやっぱりちょっとこう不安だなって思うことだっていう話をされてて、うんうん、だから、要するにマクロファージだったりとか、その、オートファジーがのシステムが効き始めるのが、まあ、断食をして16時間頃っていう話で、うん、だからそれぐらいは空けた方がいいよね。なのでさあ、で、これ、ここで、その、どっちが正解、不正解っていうわけではなくって、自分自身がどういう、言ったら体型になりたいかっていうことを目指して、どういう食の取り方を選ぶかっていうことが私は大事だなと思ってて、うん、こういう情報、こういう情報で自分のやっぱり体質っていうのを考えた上でどういう食事の方法を取る、言われたままに16時間空けるとかではなくって、うん、16時間空けるとオートファジーが機能を始めるよね、なるほどってした上で、じゃあ自分自身はどういう食の取り方、それでもやっぱり、まあ、例えば私ファスティングマイスターでやってると、16時間っていうよりは、この空腹を感じた時に酵素を飲みましょうとか、塩を舐めましょうとか、そういうことのアドバイスはするようには学んでるわけなんですよ。え、なんで塩を舐めるんですか？体がやっぱり、汗を、かくので、うん、体の中の塩分量が減るとか、そんな感じですかね、まさしさん。うん、まあ、そう、お帰りなさい。ね、つないでました。お帰りなさい。ねえ、あれ、どっか行っちゃったぞって思うんです、ね。すいません、電波トラブルかと思います。うん。でも、なんとなく、キャッチしていただいているでしょうか、この内容。多分オートファジーのね、その話で中山きんに君の例が出てきたんで、はい、ああ、まあ中山きんに君の体してたり、あの体を維持するんだったらちょっとオートファジーは難しいなって思いますね。うんうんうん、やっぱりその筋肉を保持したいっていう人にとって16時間ファスティングをしてっていうのは向いてない。だから彼自身が、うん、これいいんでしょうかみたいな視聴者さんからの問いに対して、僕はこれに対してはっていう意見を言ってたんだけど、あくまでも彼のような、その、まさしさんがおっしゃった通り、もう筋肉を整えてくる。しかも、いろんなこうね、コンテストに出たりとか、そういう方にとっては、16時間空けてしまうと、それだけで、せっかく培ってきた筋肉を落とすことになるよねっていう、うん、やっぱり脅威になるんだろうなっていう、そこをちゃんと理解された方がいいよねっていう視聴者の方も、うんうんうん、だから、うん、その目指したいあなたの体は何ですかっていうところなのかなっていうのを昨日なんとなく改めてね考え走りながら聞いてるんですけど考えてました、うん、なんかちなみにそのオートファジーっていうのは筋肉を溶かす物質みたいな感じなんです。まさしさんのこと私喋りすぎたんで、体の中のいらないもののエネルギーを引っ張ってくるっていうスイッチが入るって思えばいいんじゃないですかね。あ、それがオートファジーって言うんです、うんうん、日本語では自食、自分を食べるって書きます。
多分でも離職って言葉はあんまりメジャーじゃないから、はい、もう今だったらオートファジーの方がまだ通じるかなっていう感じです、ね。うんね、そのひかるちゃんの回、あのさっき言ってた話につなげると、その自分を食べちゃうっていうの、筋肉食べられちゃうっていう風に捉えるか、あの痩せてるっていう風に捉えるかの違いみたいな。筋肉はまたちょっとまた別置いといて、あの自食、自分を食べるっていうのは自分の古い細胞を新しくしますっていうところで、自分の古い細胞を食べて、その、まあ、いらない部分っていうのを食べて新しくあの作り直すよっていうところが自分を食べるっていうところで、うん、あのその筋肉を溶かすっていうのは、その筋肉ってタンパク質で出来上がってるんですよ、体って、うん、でそので食べてないとエネルギー、動くためのエネルギーが糖質なんですよね、うん、でその糖質をがないんで体の中になくなっちゃうから、なんとかして糖質を作り出さなきゃいけない。そのためにタンパク質を糖に変える必要があるんですね、うん、そのタンパク質っていうのが筋肉なんですよ。筋肉をエネルギーとしても糖に変えるから、せっかくつけた筋肉が減っちゃうよっていうのが、あの今の筋肉が減るっていう話で、うん、あのオートファジーの自食とはまたちょっとジャンルが違う話、紛らわしいかもしれませんけどね、うん、そして現代人はやっぱりこう、常日頃やっぱり摂取カロリーの方が消費カロリーよりも多かったりする傾向がある。その3食取ると、前回の話で言うとね、やっぱり3食取ると取りすぎてしまってるんじゃないかと。で、取ったものが皮下脂肪として蓄えられたりするっていうケースが多い。で、そういうケースが多いから、その皮下脂肪として蓄えられたものがオートファジーで、こう、消費されていくシステムを作ろうよっていうのが、そもそものプチ断食の勧めなんですけれども、うん、中山きんに君のライフスタイルは、もう皮下脂肪を蓄えるような日常生活を送ってないんですよね、そもそもが。もうゆで卵、蒸した、もしくはゆでたブロッコリーっていう、そういう生活で、ゆでたあのチキンみたいな、そういうのをこう割って食べてたりとかするから、一日の摂取カロリーもちゃんと計算した上で生きてらっしゃるので、だからその余分に、消化して消費してほしいものがおそらくないんですよ、うん、むしろ運動すれば運動するだけ、やっぱりこうプロテインをちゃんと補わないと、その部分の筋肉自身が作られなくなってしまう、体にもなってしまっているという、はい、あ、そういう、うん、残り1分になってしまったんですけど、でも中山きんに君ってすごく筋肉ある方だから、すごいその例が極端で分かりやすかったです。もうでもその6食7食っていうのをただピザとかそういう炭水化物なんだみたいに変にこう解釈することなく、さっきみたいにカロリー計算してるんだってこうちゃんと知るっていうことが大事だなって思いました、うん、ございます。じゃあ7日と21日の放送になります。はい、じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。